夏の大イベントパリオリンピックや甲子園が終わり、今季のドラマも続々とクライマックスが近づいているが、中には視聴者をがっかりさせてしまった作品もあるようだ。全順位あり、途中で見るのをやめた2024年夏ドラマランキング。そこで本誌では、2024年夏ドラマのうち途中で見るのをやめた夏ドラマについてアンケートを行った。同率3位となったのは、南くんが恋人。 テレビ朝日系と、西園寺さんは家事をしない TBS 系。ヒロインを言い沼い20、15センチの手のひらサイズとなった南くんを八木優勢27、が演じる。内田春菊氏原作の、南くんの恋人のドラマ化は本作で5回目。2004年には二宮和成、41、と深田京子、41、が、そして2015年には中川大使。 26と山本舞香26が共演したことも話題になった。昔は面白かったが、今のは面白いと思わなかった、50代女性、パートアルバイト、主人公の演技力の頼りなさを感じた、50代女性、専業主婦、映像があまりにもチープ、50代女性、専業主婦、など、これまで何度もドラマ化された作品だけに期待値を超えられなかったという声が、 サイ寺ンジさんは家事をしないでは、GP 帯連続ドラマ初主演を飾る松本若菜、40、ラストオンズの松村北斗、29、と共演。松本は仕事一筋で家事をしない独身女性のサイ寺ンジさんを演じた。訳ありシングルファーザーを演じる松村は、そんなサイ寺ンジさんと、理家族として暮らす。一風変わった同居生活の中で、家族や幸せについて考えていくラブコメドラマだが、 ドラマ名と内容が合っていなく、目指すところが不明、50代女性、専業主婦、と、ドラマのメッセージがわかりにくいという意見が上がった。2位は、海の始まり、フジテレビ系、メグロレン、27、が主演を務め、サイレント、チームが再集結したことで話題となった本作。自分の知らないうちに学生時代の彼女が自身との愛の子を生み、 育てていたことを知る主人公の月岡夏目黒親子の愛がテーマでこれまで父親を知らずに生きてきた海を演じる子役の泉谷聖奈奈の表現力にも注目の作品だ。死の描写など繊細な表現が多いため見るたびに悲しく暗い気持ちになるので視聴をやめてしまった30代女性会社員と月曜日の夜には重いと感じる視聴者も多いようだ。また 共感できる登場人物がいない40代女性専業主婦という声も第1位は新宿野戦病院フジテレビ系小池栄子43と中野大我31が初共演ながら W 主演を飾った工藤館作品新宿歌舞伎町を舞台にさまざまな背景を持つ患者たちが集まる病院で働く2人 アメリカ国籍の元軍医役を小池が演じ、対照的な金儲け主義者で気取り屋タイプの医師を中野が演じる。小池演じる陽子西フリーマンは、英語と岡山弁混じりで話す陽気な人物。視聴者は不思議な言語だらけで、醜い、60代女性、専業主婦、と感じてしまったようだ。また、内容がごちゃごちゃしていてうるさい、50代女性、専業主婦、と、 ノリについていけないというコメントも。クライマックスを迎えている夏クールのドラマたち。一体どの作品が最後まで視聴者を楽しませられるのだろうか。